レッカー車のドム。デンバー、こんにちは。元気？旅行中なんだけど、風が強くてまっすぐ走れないの？気をつけて道をよく見てね。注意してれば大丈夫だよ。電波、大丈夫？レッカー車のトムを呼んでくるから待っててね。どうせ動けないもんね。トム、こんにちは。風が強いね。電波が事故にあったんだ。助けに来てくれる？ありがとう。さあ行こう。デンバー、トムが来てくれたよ。トム、デンバーが足じゃなかったタイヤで立てるようにしてあげられる？よかった。トム、本当に大丈夫？よし、じゃあ頑張って。さすがだね、トム。さあ、デンバーをガレージに連れて行こう。着いたよ。ガレージは安全だね。何から始めようか、トム。そうだね。怪我がひどいね。いつも通りペンキを塗り直す？なるほど。汚れてるから、まずはきれいにしないとね。デンバー、ちょっと痛いけど、すぐ終わるから我慢してね。終わったよ、デンバー。痛かった？よかった。さあ、ペンキを塗り直そう。トム、そうだね。その色だね。デンバー、綺麗に元通りになったよ。トム、ヘッドライトが壊れてるね。交換しないと。デンバー、ヘッドライトをつけてみて。治ったよ。トム、デンバーにサプライズがあるの？いいアイデアだね、トム。サポートタイヤがあれば、風が強くても大丈夫だね。見て、デンバー。これで風が強くても飛ばされないよ。トム、どうもありがとう。これでデンバーは大丈夫だね。みんなバイバイ。またねー。こんにちは、トロイ。今日は何を捨てるの？
そうか、レースカーのゼリーとレースしてるんだね。スピードを上げられる？すごいよトロイ、勝てそうだよ。あれトロイどうしたの？何か変みたい。何かおかしい？ああ、トロイのどこが故障しそうか分かったよ。荷車が外れそう。ブレーキをかけてトロイ、急いで。危なかったね。トロイ心配しないで、レッカー車のトムを呼んでくるからすぐ直してくれるよ。トム、ねえトム、列車のトロイが困ってるんだ。彼は駅にいるよ。もうすぐだよトム。トロイ元気を出して、トムがもうすぐ来てくれるよ。さあトロイをガレージに連れて行って修理しよう。その調子だよトム。トムどうしたの？トロイは重たすぎる？そうか、どうしたらいいかなトム。何かアイデアがある？よかった。どんなアイデアなの？それは素晴らしいアイデアだね。友達に助けてもらおう。マット、ねえマット、トロイとレッカー車のトムを助けてくれるかな。二人は駅にいるよ、急いで。トム、まず修理しなきゃいけないのはどこかな。そうだねトム、まずはトロイと荷車をくっつけてあげないとね。わかったよトム。マット、ガレージに行って溶接機を持ってきてくれるかな。トムが溶接機は棚にあるって言ってたよ。これだ。トムは他にも何か必要かな。そうだねマット、ゴーグルも持って行ってあげよう。ありがとうマット、これでトムが、これでトムがトロイを修理できるね。トロイ、少し前に動いてみてくれる？素晴らしい出来栄えだよトム。何か他にも修理するところがある？よく気がついたねトム。トロイ、ブレーキライトが一つ壊れてるよ。マット、もう一度ガレージに戻ってくれるかな。トム、トム、マットがトロイの新しいライトを見つけてきてくれたよ。それからペンキも持ってきてくれた。さすがだねマット、これでトロイの修理を完了できるね。壊れたライトを取り外して新しいのと交換しよう。バッチリだよトム。ペンキを塗り直すのはトロイのどの部分かな。ピッカピカだよ。マットありがとう。またね。
トムもまたね。バイバイ。レッカー車のトム。こんにちは、アンバー。今日は何しているの？病院に行く途中なの？そうか。あ、木に気をつけてね。ブレーキ。あちゃー、アンバー。心配しないでね。レッカー車のトムを呼んでくるからね。ねえ、トム？救急車のアンバーが困ってるんだ。すぐに来てくれる？ありがとう。急いで。アンバーは病院の近くだよ。トムだよ。どうしたの？道路から木をどけないといけないって？どうしたらいいかな？いいアイデアだね、トム。クレーン車のチャーリーに手伝ってもらおう。チャーリー、こんにちは。ちょっと来て、レッカー車のトムを手伝ってくれる？よかった。急いでね。トムが木をどけるのを助けてくれる？ありがとう、チャーリー。上手だね。バイバイ、チャーリー。またね。アンバーをガレージに連れて行こう。まずはどこから修理しようか、トム。アンバーのバンパー？それにはプランジャーがいるね。トム、頑張って。よし。次にどこを直そうか。アンバーのヘッドライト？そうだね。アンバー、ライトをつけてみてくれる？大丈夫だよ、アンバー。トムがちゃんと直してくれるからね。まずはガラスを交換してみよう。ぴったりだよ。アンバー、もう一度ライトをつけてみてくれる？あちゃー。何か他の方法を試してみようか。新しい電球？ライトがつくか試してみよう。もう一回ライトをつけてみて。ついた。他にもアンバーのために何かできることはあるかな、トム。
アンバー、気分はどう？病院に戻っても大丈夫かな？バイバイ、アンバー。トムもね。またね。やあ、サム。もう少しでクリスマスだね。楽しみだな。冬のワンダーランドを作るために雪を動かしてるって？なんか疲れてそうだよ、サム。休んだらどうだい？楽しみなのはわかるけど、疲れてるんじゃないかな。サム？起きて！あらら、サムが寝ちゃった。大丈夫かい、サム。トムの助けが必要だな、これは。やあ、みんな。サムが冬のワンダーランドを作ろうとしてるんだ。けど疲れすぎてもう動けなくなっちゃったんだ。手伝えないかな？よし、じゃあ行こう。サム、トムが助けに来たぞ。トム、サムを起こせるかな？そうだね、トム。このジャッキを使えば起こすことができるかも。そしたらトムのところに行って直してもらおう。よくやったぞ、みんな。これで大丈夫だ。どうしたんだい、トム。そうだね、サムの隙が壊れてるな。直せるかい？何で直すんだい？ハンマー？元の形に折り曲げるって？新品みたいになったぞ。次は何だい？そうだね、サムのサイドミラーが壊れてる。これで完璧だ。いいぞ、トム。ベイビートム、どうしたんだい？手伝いたかったって？でももう治ってるからな。トム、考えがあるのかい？スプレーと布？ああ、そうだね。掃除してサムをピカピカにしよう。よくやったぞ、ベイビートム。さすがだね。新品みたいになったな。そしたら冬のワンダーランドを完成させに行こうか。
サム、手伝いたい人がいるみたいだよ。じゃあ楽しんでね。またね。